さあオープンガーデン準備編のラストでございますよ、吉村さん、さあ前回またちょっと挑戦してみますかということで、はいね、今回も寄せ植え教えていただきますけども、はい、このちょっと変わった形といいますか、はい、これね、あの鳥かご風 の、 あの、はい、寄せ植えなんですけど、こういう風に吊ってもいいし、うんうん、テーブルの上に置いたり、うんうん、椅子の上に置いたりしてもあのいいので、可愛 い、 いですね、はいはい、形も可愛 い、 いし飾る場所も自由ということなんですけども、はい、まあちょっと見本もねこちらにありますけど、はいはい、材料多くないですか？大丈夫です。入るんですか？はい、こんだけ入りました。まあ、ちょっと順番とかもね、はい、考えながら入れていかないといけないと思うんですけど、はいはい、これ、はい、まあ、ちょっとヤシと、はい、ね、これは網なので、はい、そのままこう土を入れると土がこぼれてしまうじゃないですか。なので、まあ、器の代わりにこの黒のビニール袋を使うんですけど、はいはい、うん、黒のビニール袋にこう水が抜けるようにワイヤーで穴を開けるんですね、はいはいはい、穴を開けてもらって水抜き穴を作っていくと、作ったらヤシを敷いて、これが、うん、植え床になるんですけど、これが見えたらブサイクなのでね、はい、ヤシを下に敷いて、そのヤシがちょっとこう上からはみ出るようにすると可愛いので、なるほど、ちょっと隠してあげるんですね、うんうんうん、これを、まあ、それ後からまた調整すればいいんですけど、はい、まあ、全体にこういう感じですかね、はいはい、はい、そして、はい、要は土がこれだけしかないわけなので、そうですね、鉢底石をこう入れてる場合ではないというか、たくさん入れると土が入らなくなってしまうので、今日は鉢底石の代わりにこのゼオライトちょっとだけ入れておきます。これはもう薄く敷くぐらいの感覚でですね、はい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 、これは窒素肥料の貯蔵タンクにもなり、うんうん、肥料が多すぎるときにはここに入れてくれるし、うん、で殺菌にもなるっていうような、そういうふうなものなのでね、優れもの、はいはい、まず一番真ん中の背丈の高いもの、うん、ここでこうお手本で見ると、はい、このローダンセマムと、うん、それからユリアブスデージーのゴールデンクラッカー、うん、はい、うん、それにスカビオサの白トキドキモモ、この3つを最初に一つにして真ん中に据えてしまいますね。あ、もう先に、はいはいはい、それから土を入れます。なるほど。でこれは2つに割れるので、はい、2つに分けて土をほとんど落としちゃってください。土をほとんど落とすの、うんうん、根がちぎれないように両方に根を残して、うん、両方に根を残して、はい、ちょっとこれあれですね、繊細な、はい、もうほとんど落としちゃっていいですか？はいはい、ほとんど落としちゃってください、はい、ちょっと根を傷つけないようにというところでね、はい、でピューッと引っ張ってください。はいはい、取れた取れた、はい、じゃあちょっとここに置いといて、もうこれはちょっと落としたらちょっと置いときますか、はいはいはい、と横に置いといて、じゃあね、一番中心に据えるこのローダンセマムを、はい、根鉢をこう崩してください、はい、これどこまで、ね、ほぐしていいかわからないっていうのもね、うん、悩みどころですから、うん、そしてね、ここの葉っぱが あんまり密集してるとちょっと喧嘩をするんですよ。で風通しを良くしてやるようにこの中の方の葉っぱをね、はい、ちょっとだけむしっときましょうか。ここら辺ですか、うんうん、まあ、ちょっと、うん、まあ、大胆にとってもいいってことですね、はいはい、直植えで体を大きくしたいときには葉っぱを大事にするんですけど、はい、うんうん、この寄せ植えでこう密集させるときには逆にそんなに大きくなっていらないわけですね、はい、この子を入れてあげるんですか、はいはい、挟み込んで一つにしてあげると、ほら場所取らずにこれで一株になりましたよね、あ、すごい、うんうんうん、でこの根っこが喧嘩しないようにちょっとこう斜めにしながら、ほら、あ、これだけでも綺麗、うんうん、ちょっとここ動かないようにこれでクリクリっとちょっとこうこういう感じ、あ、うん、まとめてあげる、まとめるだけで、はい、でそれにもう一個真ん中背の高いものがありますから、このぐらい一つにしとこうかな、うん、こういう作業が一番苦手なんですよ、うん、結ばなくていいからちょっとクリクリっと、はい、クリクリっと、はい、ここ、はいはい、一周二周、はい、はい、でピッと引っ張ってください、はい、引っ張ってチン、はい、はい、切れました、はい、じゃあこれをここに入れるんですけど、はい、まずはお尻をこう入れちゃって、そして割り箸でピッピッとこう中へ入れます、はい、お尻ここ見ながらね、はい、よいしょ、はい、うん、
入れました。置きました。置きました。はい。じゃあこれでぴょん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 ってこっちに。ぴょんぴょん。よいしょ。はい。すごい、なんか傷つけちゃいそうで怖いですけど。よいしょ。はい、いいですか、はい、いいですか、はい、じゃあこれで真ん中ができたから、うん、あとはこの子たちをこの周りにこう溢れるように添えていくわけです。ちょっとだけ入れすぎたら他入らなくなっちゃうんですね。はい、土を入れます。どれぐらい入れましょうか。もうちょっと、うん、もっとぐるっとし、すいません、はい、はい、なんか最初のセンターをのコーダーだけでもすごいたくさん入ってる感じがして、うんうん、なんか、うん、あ、仕上がりが見えたっていう感じでしょ、ね、真ん中入れたら。すごいですね、主役が決まった感じがして、うん、はい、はい、これで一周したかな。どうでしょうか。はい、このブルーデージが4つあるから、うん、ブルーデージはこう固まらないように均等にこう4ついくようにして、はい、でそれにこの子たちをこう添えていく、うん、なるほど。でこのディアスシアも存在感があるから、はい、この子はこう両端にこう寄せてみましょうか。いい、ね、はい、うん、これもどれぐらい崩します、はい、土半分以上取っちゃってください。半分以上取りますか、はい、はい、取ります。よいしょ。一つ一つを、うん、ね、一つ一つ植えていくんじゃなくて、まあ、組み合わせで埋めていく。そうですね、その方があの根っこが喧嘩せずに収まりがいいから、うんうん、なるほど。最初からちょっと混じり合ってるような感じにもうしちゃって、はい、でこれはこれでちょっとこう水苔をね、あ、最初にねこの中のこの中心のとこにこの水苔をちょっと間に挟んでおきましょうか。中心にですか。うん、はい、ここの間にね、うん、ぐるっと一周、はい、このブルーデージとディアスシア、うん、特にこのディアスシアシューッとこう伸びますから、はい、この、 あの真ん中に高さを出した、うん、それにこう添えるようにちょっと入れてやってください、うんうんうん、はい、添えるように、うん、この辺に行きますかね。この辺に行きますか、はい、はい、でちょっと中にも入れてあげたいですね、うんうん、でキュッとも押さえちゃいましょうか。ここ、ね、はい、おー、ちょっと反対側でバランスよく、うんうん、根っこを中に収めるようにして、はい、はい、じゃあ後のこの間のところに今度はブルーデージとバロータ、はい、これも半分ぐらい落としちゃって大丈夫ですか。はいはい、ブルーデージも。そして4箇所、ここ行こうかな、ね、ここ行きますかね、はい、はい、根っこを中にちゃんと収めるように、うん、よいしょ。そしたらまたここに入りますよね。ああ、そうですね、うん、順番に今度はここ、はい、根も、根を、うん、根を中に先に収めて、で、うん、キュッと押さえる、キュッと押さえる、はい、でこれでほらここまで順番にできてきましたよね。綺麗ですね、はい、うん、じゃあ残り半分いきましょうか。はい、これシレネユニフローラ、はい、うん、これもダラーンとこう垂れる子です。なるほど、はい、這うように成長していくんですね、はい、ここですね、はい、いきます。根っこを中にちゃんと入れてやって、根っこを中にちゃんと入れてやって、とにかくそこはほんまに気をつけてあげないとダメですよね、うん、で根っこをちゃんと中に収めて、でいきますね、うん、よいしょ、よし、はい、このちっちゃい子もまだ余ってますからこれはね隙間のところにちょっと後からねじ込みましょうか。なるほど、はい、これブルーデージーと、これオレガノですね、はい、オレガノ、オレガノはもう縦に伸びる子、横に這う子、いろいろあるんですけど、うんうん、この子は横に這う子、横に這う子、はい、ちょっと力を入れてギュッとしないと、とすごい、うん、このまま入れると、はい、もう水も吸わないし、うん、あの根っこが伸びることができないから、はい、ここちょっと取ってほしいんです、こういう硬い子はちょっと不安になったりしますけどね、うんうん、こうやってよいしょ、はい、はい、
株が若くて、はい、まだ赤ちゃんの苗の時にこう根をいじりすぎると弱っちゃったりとか、でこうあの根腐れしてるのような弱ってる子をまたいじると枯れたりするんですけど、はい、逆にこういうふうな根が張ってすごく丈夫な子っていうのは丈夫やから結構耐えます。なるほど、はいはい、ここに行きましょうかね、はい、ぐぐじゃあこれでここの隙間とここの隙間、はい、ちょっとだけ空いてますよね。ここですね、はい、空いてます、はい、そこにさっきのバコバの余りとこれなので一つ入れます。よいしょ、どうですか。いや、いいんじゃないですかいいんじゃないですかいいですね、はい、できました。できました。吉村さん、はい、完成しました。できました。はい、ありがとうございます。お手本よりいいんじゃないですか。ほんまですかお手本すごいボリューム感ですけど、でも、はい、こっちはこっちでね、はい、すごい可愛くできましたね。できました、ありがとうございます。かけてみましょうか。よいしょ、はい、ほら、いいじゃないですか。いいじゃないですか。なかなかいいでしょう。部屋に欲しい。手の上に置くのもいいけど、こうやってちょっと切ったら ね、うん、こう風を感じて、あんだけの量が入るんかなって思いましたけど、はいはい、意外とこれ締めて、ね、うん、入りました。17株です。17株、はい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 、数えてなかったけどそんな多かったですね、うんうん、もうだからあの1ヶ月ぐらい育って、うん、溢れてこぼれてるような感じに入れてるわけです、うんうん、はー、うん、この器のへりに対してま、はい、っすぐこう入れると、うん、あの今入れましたっていう感じになるんですね、はい、うんうん、でそれをもう溢れるように外に向けてこう出すことによって、うん、植物が1ヶ月育ってますっていう表現をこれでしてるわけです。なるほど、うん、もうこの鳥かごの感じも相まって、ね、はいはい、めちゃくちゃいいですね、はいはい、ちなみにこれ作った後の、うん、はい、まあ、こう今釣ってますけど、ええ、置き場所とかってどこら辺に置き場所はあのできるだけ日当たりのいい、うんうんうん、風通しのいいところがあのいいですけど、はいはい、あの風がとても抜けるところだと水やりに気をつけてください。水気をつけるっていうのは乾きやすいところではやっぱり水やりの回数がね。なるほど、はい、これ釣った状態でも水やりは、はい、このまま、はい、このまま、こういうふうなね細口のじょうろがありますから、はいはい、これだったらこの中の方にこの口が入りますよね、はいはい、でもどっちかっていうと土に突き刺すようなイメージで、はい、こう花を避けてこっちやりこっちやりっていう形でね、花を抜けてちょっとずつ、うんうん、株元にまんべんなく水をやるっていう感じでね、あの、はい、やってほしいんです。で勢いよくやりすぎるとこぼれるから、はい、そーっと少しずつまんべんなくいろんなところにこうやるときにはたっぷりと、はい、で少し乾いてきたらやる。うんうんうん、とにかく乾かさないということがポイントなんですね。そうですね、うん、水苔がこう入ってますよね、うん、その水苔を触ってみて、はい、もうズブズブに濡れてたらそれはだいぶ濡れてるっていうことやからいいんですけど、うんうんうん、それがあ手に触ってあちょっとこう水気があんまりついてこなくなったな、うん、湿ってるけどっていう、はい、そのぐらいで水やるんです。なるほど、うん、いやでもこれ今回させていただきましたけど、はい、まあ、自分でも簡単にできるっていうのが、はい、まあ、改めてよく分かりましたし、はい、まあ、オープンガーデンでたくさん、はい、ね、寄せ植えハンギング、はい、ね、飾られてるというか、はい、ね、見本になるものいっぱいありますから、ね、はい、自分で真似してください、はい、ね、吉村さんにどれがいいですかって相談しながら、ね、はいはいはい、していただくのもいいですし、前選びをしていただくこともできます、はいはい、ちなみに今日僕が作ったやつは飾っていただけたりとか、はい、飾ろうかなぜひ、はい、ぜひぜひ、はい、いやもう皆さんに探してもらいましょうか。探してくださいね、はいはい、ね、オープンガーデン来ていただいて、はいはい、ね、じっくり見ていただきまして、はい、楽しんでいただければと思います、はいはい、僕もぜひ
来てください。はい、と思います。オープンガーデンお待ちしています。はい、皆さんぜひ来てみてください。さよなら。さよなら。